私とロカは陽気が暴君を魅了する狂言を演じ始めた。朝っぱらからロカは新婚と花嫁の付き添いを理由に神殿へと引きこもり、連日議事ホールで行われる家臣や貴族たちとの会合を欠席した。サボりのように思われそうだけれども、実際は表情に蝕まれて体調不良、それを隠す形だよね。私は毎日彼の首と鎖骨に大量のキスマークを丁寧に書き込んだが、しばらくしてロカの強い抗議により神父だけが情熱的で、皇帝がお返しをしないのは情けないということになった。そのため仕方なく鏡を見ながら自分の首にもいくつかのキスマークを書き入れた。毎日私は違う従者を神殿に仕えさせ、さらに貴族たちを代わる代わる呼び出した。これどうなんだろう、要件を誘い出すためっていう作戦だけれども、それ以前に市民からの評判が下がりそうだよね。一見バカバカしいが、これが最も有効な方法だろう。他になかったか？誰がスパイだろうと、皆の訪問が一巡すれば情報は必ず要件へと伝わる。要件白銀の騎士、まあスパイがこの内部にいるだろうということから、そのスパイに情報を伝えさせるっていうところが狙いなんだよね。この演技ちょっと嘘っぽくないか？白銀の騎士は頭が切れる。自分に見せつけるための演技だと気づくに決まってるよ。論理的な男だからこそ感情に訴えかけるっていうことじゃないの？どんな策略を立てても要件には見破られちゃうと思うんだ。そして今日もヒロインに飲んだ翼と名付けて、酔っ払いのような名前でプレイをしております。いや、なんなら酔っ払ってるんじゃないのか？昨晩の晩餐会の酒残ってないこれ。だから思い切って下手な芝居を大げさにやることにしたの。稚拙であればあるほど話に尾ひれがついてさらに広まるでしょ。まあ確かに貴族たちは話盛りそうだけど、やりすぎは禁物だぞ。万が一情熱的すぎて若が本気にでもなったら面倒だ。いや、そうなったらそうなったで。ミレイさんがいるからロカは何もできないよ、専属医師。そう言うと私はミレイ医師のそばへ行き、薬を粉に引くのを手伝った。これはどうなんだろう、精神安定剤でも投与する気でいるのかな。ミレイさんは私を見て笑った。彼女の笑顔は母親のような慈愛にあふれていて、私も温かい気持ちになった。もしこんな日々が続くのならそれも悪くないな。ミレイさんの優しい笑顔があって、エリクスとロカは子供のようにじゃれ合っていて、何も警戒する必要がない日々、つかの間の平和な時間かな。これまたぼーっとしてるのか、どうしたんだ。ここで選択肢、賑やかさを楽しんでいる、安らぎを覚えている。まあどちらもプラスに捉える感じだけれども、賑やかさっていうのは根底に安らぎがあるような気がするから、より深い答えっていうのが安らぎかなっていう気がするね。下の選択肢を選びましょう。今の雰囲気がとっても好きなの。ミレイさんのことが大好きだし、エリクスも元気いっぱいだし、こんな日々が永遠に続いてほしい。若奥様、お呼びとあらばエリクスはどこにでも駆けつけますよ。調子込みなところあるけどね。俺たちはミレイさんのおまけだよ。そうだな、俺もこんな日々が永遠に続いてほしい。いやー、なんかロカにもこういう居場所があってよかったというかね、取り戻されてよかったなっていう思いあるよね。ロカはそれ以上この話を続けなかった。まあ実際はこの先に、まあ不幸というかね、リスクが待っているからね。今後私たちが直面するだろう困難や勇気が必要な挑戦、そして最後に待ち受ける月経祭の生贄の話題も避けてくれた。まあ実際はその降臨の魔法陣でヒロインとこの皇帝ロカは犠牲になるっていうのが、まあ一応、まあ第一案というかね、ベストな、まあベターな案として用意されているわけだからね。基本的には短い命と思っているわけで、彼は情緒のわかる人だ。絶対にムードを壊すようなことはしない。まあロマンチストだしね。上手かなあれ。だけど私も彼も分かっていた。この日々は私たちにとって吹きすさぶ嵐の中にふと訪れた一瞬の静けさに過ぎないと。
数日が経過し、月経祭まであと3日となった。ルカはすでに全開し、お、よかった。部屋でエリクスと剣の練習をして体力の回復を図っている。エリクスの剣技は予想以上で、稀にルカに勝つこともあった。さすがはアルネージョ城が若君の護衛として選んだ人物。隠れた剣の名手だ。口だけじゃないんだね。俺とは大違い。この日の晩、私は皇帝の神殿で夕食をとり、高級のバルコニーで風に当たろうと外に出た。そんな不用意に大丈夫？ちょっと待って。ここで現れたのはミレー先生。ミレーさん。もし時間があれば、このおばさんと二人でお話ししてくれない？そんなおばさんだなんてお姉様ですよ。ミレーさん、そんな風に言わないでください。あなたは優しくって穏やかで、私にとってはお母さんみたいな人なんですから。そっか、このヒロインもお母様を失っているんだよね。まあ、ロカも家族を失っていて、まあ、このミレー先生もきっとそうなんだろうけどね。アルネージュの人々は今残されてるのはロカとエリクスとこのミレーさんってことになるからね。アルネージュ出身の人。ミレー医師は近くの部屋へと私を伴っていった。彼女は私を椅子に座らせると私の前髪を撫で両手を握りしめた。ミレー医師の手にはたくさんのタコができている。イカはできてないかな？そういう話ではなく。しかし彼女の手のひらのぬくもりは私の心を落ち着かせた。シーラン様は早々にあなたが本当の奥様でないことを私に教えてくださったわ。あ、シーラン教もそういう話まで。だけど私にはわかるの。若君様は心からあなたのことが好きだって。私は言葉に詰まった。幸いミレー医師も答えを求めているわけではないようで、そのままゆっくりと話し続けた。今若君様の評判が悪いことは知っています。皆彼のことをおじ殺しの血に汚れた暴君だと言ってるわ。おじというのは先代の皇帝、つまりアインのお父様になるわけだけど、殺したわけではないんでしょ？まあ、直接殺めたわけではないけど間接的にっていうこと？でも私は若君様の成長をこの目で見てきました。そしてこの数日彼と接してみて分かったの。私たちのアルネージュの若君様は昔と全然変わっていないんだって。若君様は清らかで勇敢で志を持った方です。それに国を背負う気概もある。全ては家政大陸の人々を救うため、悪役を買って出てるっていうところね。汚れ役を買って出てます。若君様にとって私はただの従者です。あなたには私の話なんて何の説得力もないでしょうけど。そんなご謙遜を。それでも言わせてちょうだい。もしもあなたが私たちの若君様を選べば、彼は一生かけてあなたを守ると思います。若君様はいつもあなたをからかって時には怒らせているかもしれません。ですが良き夫になる、間違いないわ。お墨付き。お、そしてここで選択肢、私もロカが好きです。私とロカは今はただの盟友です。いやー、まあどっちももちろんプラスに捉えているんだけれども、外堀固めるようでちょっと卑怯な感じもするけどね。でもここまでミレーさんも言ってくれてるわけだから、こっちも心開かないといけないんじゃないのかなって。まあ別に義務感とかじゃなくってね、開き合うのが信頼関係なんじゃないのっていう気がする。上の選択肢を選びましょうか。ミレー医師の話は私の心を針のようにチクリと刺激した。私もロカはいい夫だし、いい皇帝だと思います。彼は光を身にまとった人です。私はそこから何も言えなくなってしまった。今の状況を鑑みればロカと私に未来があるとは限らない。ただミレー医師に真相を告げたくはなかった。
あ、そっか、もろもろの話知らないんだもんね。降臨の魔法陣でみんなが救われるっていう風に思ってるかもね。うん、皇帝とこのヒロインはそこで生贄になる予定だよっていうところまでは知らないっていうことか。彼女は普通の医師だ。そんな負担をかけるべきじゃない。私は彼のそばにいます。今お互いにもっと重要なことをなさないといけませんが。でも彼の幼い頃のことを教えてくださりありがとうございます。ミレイさん大好きです。私は自分のやるべきことに最善を尽くします。ロカのことも皆さんのことも裏切りません。ミレイさんのことは大好きで、ロカのことは好きってなるとロカの方が下みたいになっちゃうけどねそういうことではなく。そう言って私はミレイ医師に丁寧に挨拶をした。まだ部屋に戻りたい気分ではなかったので宮殿の階段を上がりバルコニーへと出た。ゆっくりと夜が更けていく中、私は高級のバルコニーでぼーっとしていた。チコちゃんに叱られそう。この数日間やるべきことを懸命にこなし、余計な物思いにふけらないようにしてきた。私は自分をおとりにして白銀の騎士をおびき寄せるとシーランに約束した。しかしここ数日でこの計画の可能性の低さを実感し始めているのだ。これは今更では？もしかしたらこれはシーランからの得難い慈悲で、最後の日を前に私の気力が尽きるのを心配し夢中になるべきことを与えてくれただけなのかもしれない。大人の優しさ、そしてそれに気づけるヒロインも大人。結局最後は彼らに協力し、降臨の儀式で生贄とならなければいけないのかもしれない。もちろん可能性にかける思いもシーランとしてはあると思うけどね。そんなことを考えていると気持ちが落ち込んでくる。ふとロカがくれた手鏡を覗き込むと、体に書いたキスマークが鏡に映った。そのキスマークが何か無意味で恥ずかしいものに思えてくる。これこそ今更。あ、そしてここで選択肢、ティッシュでキスマークを消す。いや、だとしたらこの恋愛というものが恥ずかしいもの、なんならこのチャンネルが恥ずかしいチャンネルっていうことになっちゃうよ。いや、それは否めないな恥ずかしいチャンネルで運営しておりますが。そしてもう一つの選択肢が何もしない。いや、恋愛を否定することになっちゃうから何もしませんよ。堂々としていればいい。キスマークなんかつけておいた方がいいそれは言い過ぎかな。私は何もせず、遥か遠く星空と街明かりを眺め続けた。その時首の後ろに妙な感触があった。誰かが首の後ろのキスマークをティッシュで拭ったようだ。ああ、結局消されちゃうのね。覚悟を決めてきたつもりだったけど、実際に目の当たりにすると、やはり気分は良くないな。おびき寄せられました。懐かしいその声に私は振り向いた。来ましたね。君の望み通りに来たよ。でも優しい表情してる。君は自分の魅力を証明してみせた。さて、今から君を連れて帰ってもいいかな。それが交換条件？私は軽く首を振った。まあ、断られるのは想定内というかね、そうだと分かっているとは思うけど。私はどこへも行かない。ただあなたと話すチャンスが欲しかっただけだよ。本当に度胸のある人ね。なんて呼べばいい？妖剣？画家エメラルド？それとも白銀の騎士？まさか一人で高級に侵入してくるなんて。一人かどうかは分からないけどね。まずは私についてきなさい。邪魔の入らない場所で君が満足するまで話をしよう。二人っきりになりたいってこと？これはリスクあると思うけどね。そして選択肢、またごまかすつもり？要件、私が何を話したいかわかる？いや、なんかどっちにしても質問で返すみたいな感じになっちゃうけどね。まあ、何を話したいかわかるの方が分かりやすくこの後解説してくれそうな選択肢に思えるので、下の選択肢選ぼうかな。要件、私が何の話をしたいかわかる？私は本当のことを教えてほしいの。これ以上適当にあしらわないで。まあ、これどっちの選択肢を選んでもごまかさないでっていう展開になってそうだね。
私はまだ未熟だけど、ある面ではあなたと対等なはずだよ。男と女の関係性ですか？首を振って従者の服を脱ぎ捨てた妖剣が優しく私の手を取った。振りほどこうと思ったけれど、彼の手に異様な力を感じて、気づけば逃げるどころか画竜の召喚さえも妖剣の魔力による制限を受けてしまっていた。まずいと心中で唇を噛んだその時、一筋の疾風が空を切り裂く。妖剣は身を翻して退いた。剣を片手に飛び込んできたロカがもう片方の手で私を引き寄せる。その顔にはかすかな嘲笑が浮かんでいた。いやでもこれ妖剣としては来るタイミング、ロカの熱が下がったタイミングで来てるっていうのは、まあでもここは対等に戦いたいみたいな思いもあったのかな。なんだろう、隙をつく意味ではあっという間になんか奇襲じゃないけどかけた方がいいんじゃないのかなって気もしないでもないけどね、妖剣サイドからすると。光り輝く正義の白銀の騎士が一度ならず二度までも他人の妻に手を出すとは品位に欠けるんじゃないのか。やっぱりこのアプリは不倫アプリなんでしょうか。挑発を無視して妖剣が銀剣を手にする。すぐさま風のような剣さばきでロカとの戦闘を開始した。再び直接対決。二人が 2,3 回剣を交えただけですぐに分かった。今日の妖剣は全て急所を狙っている。表向きは勢いを感じさせるロカだったが、徐々に追い込まれついに劣勢に転じてしまった。危ない。一瞬のロカの隙をつき妖剣が振り向きざま、その攻撃を彼の首に放った。ここで選択肢、大声で助けを呼ぶ護身術としてはこれ正解だけどね。ロカの前に立ちはだかる。まあおそらくこのヒロインを傷つけたい思いは妖剣には、白銀の騎士にはないはずだから、一番効果的で、まあ時間かからずにできるのは下の選択肢かな。リスクはあるけどね。下の選択肢、あ、やっぱりこれ分岐ルートか。これ正解の方だよね。この第26節って書いてある時は正解の選択肢。じゃあまあまた戻ってこようかなとは思うけど、まあひとまず進めようかって思ったけど、この先戻ってくるタイミングを失いそうだったのでひとまずこの選択肢まで戻ってきました。2点3点申し訳ない。大声で助けを呼ぶ。シーランすぐ来てくれるかな。さあどんな展開になるか、バッドエンドに向かいましょう。もうタイトル良くない。悪夢。私は声を上げて助けを求めようと思ったけれど、次の瞬間目の前に剣先が光った。白銀の騎士は特殊な剣技を持っているわけではない。ただ予知能力を駆使しているかのように、こちらの一瞬の隙も見逃しはしなかった。そっか、まあ時空を行き来できるっていう存在だからね、ヒロインと同様に。そういった意味で予知能力の高さっていうことか、剣術の凄さというより。さあどうなる。私はひるまずに飛びかかろうとしたが、いきなり視界を塞がれた。その後の全ては悪夢のようだった。私は抱きかかえられたままその場を去った。彼の手は時々私の目を覆っては溢れる涙を拭った。それでも私は泣き続けた。ロカとは引き裂かれる展開。こんなの嘘だ。私はロカに会いに高級へ戻る。そうしたら彼はきっと暖かい部屋で私を待ってるはずだ。私は全ての待ち伏せと偽装計画を投げ出す。ううん、計画なんて存在しなかった。これはきっと悪夢だ。夢から覚めたら朝になってるはず。声が枯れるほど泣き、懸命にもがいたけれど、私を拘束している手が緩むことはなかった。彼は死んだよ。君は彼のものじゃない。妖剣は私を引き寄せ、冷たい指先で私の頬に触れて涙を拭った。この人殺しめ。辛いんだね。でも君が落ち込む必要はない。いやこれ人殺しのセリフだからね。彼は穏やかに辛抱強くたしなめるような声で続けた。
見上げる私の視線を受け止め、彼は小さく首を振った。君は以前の生活に戻るんだ。いやでも妖剣とは今までの関係性は築けないよね。君はこの世界の住人じゃない。ここの人間は君とは無関係だ。まあその自然の摂理に反することをしたくないんじゃないのかってのが俺の見立てだけれども、関わらせたくないんだよね。彼の声は落ち着いていて、揺るぎない言葉はもはや予言のようでさえあった。まあ時空、まあ時間、過去と未来を行き来できるからっていうことでしょ。魔法陣、元の世界へ。君は以前の生活に戻るべきだ。さあ戻ってきました。孫悟空は元気かな。我がね、猫ですけれども、そして私は自分の家に戻った。ぬいぐるみだけはここにあるけどね。画面右下かな。私はスターズハイのステージで気を失い、そう、もうこのスターズハイの存在忘れかけちゃうんだけどね、その最中に時空を行き来するっていう出来事が起こりました。妖剣が連れて帰ったのだとみんなが教えてくれた。うわ、妖剣がスター扱い。具体的な状況は思い出せなかった。心に傷を負ったためだろうから、思い出せないのはむしろいいことだと妖剣は言った。わ、妖剣との関係性も維持できちゃうわけか。その妖剣への気持ちっていうところ、まあいろんな事実というかね、知った話ってのも記憶飛ばされちゃってるわけね。妖剣と話している間、私は彼の目を見ることができなかった。顔を上げて彼を見るとなぜか落ち着かないのだ。おかしいな。セントセシルに来る前、妖剣にはたくさん助けてもらったのに。それにかっこよくて優しいし、どう見ても親しみを持てる人なのに。だけど人殺しです。でも私は彼が怖い。目が合うだけでなんだか彼の瞳の奥で刃の切っ先が光っているような気がする。いや、もう信じられるのは孫悟空だけ。長い間私は不眠に悩まされた。もうライダ島に住み続けない方がいいのかもしれない。船に揺られてやってきたのにね。船酔いとかけての飲んだ翼だったのにね。私は妖剣に転校を申し出た。意外にも彼は理由を聞かずにすんなり同意してくれた。あ、この世界でヒロインと結ばれたいっていう思いがあるわけではないのかな、妖剣としては。そこで私は自分で別の学校に申し込み、転学許可を得た。その学校は全国ランキングでは平凡な順位だが、幸いライダ島から遠く、妖剣とも距離を置くことができた。あ、妖剣ここでついてくるわけじゃないんだね。まあ、職場だもんね。この学校に転校してからようやくぐっすりと眠れるようになった。まあそもそも不眠の話ではあったよね。夢の中で、まあそのセントセシル学院の世界にいる時も夢の中で、夢の果てとしてイエセイ大陸の話が見えてしまう。それを漫画にしましたっていう話だからね。まあその夢も見なくなってっていうことね。ようやく熟睡できるようになった。まあそれは健康的でいいことだけれども、私はだんだんと皇帝と白銀の騎士の夢を見なくなり、あ、やっぱりあの漫画の続きも書こうと思わなくなった。収入源なくなっちゃう。転校先の学校は優秀ではなかったけれど、そこで私は芸術とは無関係の実用的な知識を学んだ。いや、せっかくの才能が。きっと卒業後は可もなく不可もない普通の仕事に就き、新しい友人に出会うことだろう。まあこれも一つの幸せだけどね。この世は平穏で、歳月は静かに過ぎてゆく。私が唯一望んでいるのは、二度と悪夢に襲われない夜を過ごすことだけだ。いや、これはこれで平和。そんなエンドだけれども、まあ、悪夢というタイトルの割には、まあ、落ち着きの、なんか落としどころのあるようなエンドにはなったけれども。というわけで戻ってきました。ロカを死なせない、そして妖剣を人殺しにさせない、そしてヒロインの印税も守る、そんな選択肢を選びましょう。まあ最初からこっちを選んでいたはずだからね。下の選択肢、ロカの前に立ちはだかる。まあこれきっとヒロインのことをさすがに刺し殺すっていう展開ではないだろうから、見ていきましょう。3日間の氷結、缶中杯みたい。
やっぱり飲んだ翼だからね。素晴らしいルートだね。考えている暇はない。ただあの剣が刺さればロカが死んでしまうことは間違いない。ほとんど本能的に私はロカの目の前に立ちはだかった。妖剣の剣は私の喉首スレスレで止まった。やっぱり止まった。何を。ロカは私の夫だもの。妻が夫と生死を共にするのは当然でしょ。っていうか妖剣白銀の騎士は未来見えたんじゃないの。何をって言ってるけど。そう言って私はロカに寄り添った。彼は私の背後にいていつでも私を抱きしめられるはずだ。私は自ら手を伸ばし彼と指を絡め合った。私は妖剣の剣先を見つめる。嫉妬で狂っちゃうんじゃないの。もし本気なら先に私を貫いて。妖剣は眉を潜めた。私は彼を見つめ真剣な顔で口を開いた。教えて、あなたにとって私は何？あなたと似た力を持ったあなたに選ばれた人？もしそれを理由に私に好意を持ってくれたのだとしても悪いけど期待に応えられそうにない。私はロカが好きで彼のそばにいたいと思っているの。告白されたわけでもなく振ってる感じだね。それを理解してくれるなら話し合いを続けましょう。いやでもさっきのバッドエンドルートだと妖剣ついてこなかったからな。その辺の思いどうなんだろうね。妖剣は首を振って拒絶した。君がイエセイ大陸の皇帝と一緒になる決意をしたのなら私も君たちの望みを叶えよう。どういうこと。イエセイ大陸は必ず滅ぼさなければならない。でもこの男は君のために生かしておくよ。何、妖剣の恩情。降臨の魔法陣で彼を現代世界へ送り、彼の対応者であるロカ・ロスチャイルドの体に降臨させる。これロタツがやったような話とちょっと近くなっちゃうね。待って、知ってるでしょ。そんなことをしたら現代のロカは死んでしまうのよ。もうどっちのルートを選んでも人殺しになっちゃうってこと。妖剣は彼の生死に興味はない。私にとって君以外の人間は全ていつでも捨てられる駒だ。逆に言えばヒロインはそれだけ特別な存在。私はライラ島の船でのことを思い出していた。船酔いの頃ね。あの時妖剣とロカ・ロスチャイルドの会話は穏やかで何気ないものだった。でも今思い返せば彼は皆にそういう態度で接していたような気がする。全力を尽くして私は君の言う通りにしてきた。どうか私の気持ちを分かってほしい。まあもちろん妖剣だって妖剣の中での主義主張があって一生懸命やってきたっていうところは認めてあげないとっていうのはあるよね。一方的に妖剣のことを全て否定するっていうのも確かにフェアではない。私には彼を本当に理解することはできそうもない。彼には人間性そのものが欠けていて他人に全く共感できないようだ。妖剣は私の目をじーっと見つめている。その目は穏やかだけど冷淡で彼の心は鉄のようなのだと感じた。いやでも鉄は熱くなりますからね時に。君に誓おう。私は君の世界を傷つけない。うん、その信念はどこからやってくるのか。もし本当にイエセイ大陸の皇帝が好きなら彼を連れて自分の世界に戻りなさい。あとは二人で好きにすればいい。私は絶対に干渉しない。嫉妬もしない。いやでもこの辺引っかかるところだよね。まあヒロインのことを大事に思っていて、まあ恋愛対象恋というよりは愛なのか、なんか親心のような、まあそんな感じにも見受けられるけれども。でももしそれが演技なら私のところへ戻ってきてほしい。イエセイ大陸の剣を片付けたら君を連れて帰る。うん、まあ、このイエセイ大陸を滅ぼすというのが妖剣の任務っていうことだよね。まあその裏に黒幕がいそうっていう話だけど。君はまだ未熟だ。
助けが必要なら私がいつでも力になろう。警戒しないで、頼ってほしい。いや、剣先向けてきたやつ警戒しないでは無理ある。つまりセントセシルに連れ帰るってことだよね。皇帝と白銀の騎士のことは虚構の物語だったことにして、まあ、夢の果ての漫画の売り上げは上がりそうだけどね、この辺のストーリー書けば。私は準備されたシェルターの中で待つんでしょ。妖剣はかすかにうなずき、私の言葉を否定しなかった。君が大人になって自分の仕事を持つようになったら、一生を共にする人を選べばいい。私は君の選択に干渉しないよ。これは夢の果て、ベストセラーにするしかないね。まあでもすでに結構売れてるんだよね。もしその時君が私を選ぶのなら、喜んで君と生涯を共にしよう。いやいや、急に上から目線。恋愛対象としてはこっちからね、お断り申し上げたんですけど。君には幸せになってほしいんだ。物語はヒロインが幸せになりさえすればハッピーエンドなのだからね。いやでもそこは一貫してヒロインの幸せを願ってくれてるんだね。ここで選択肢、私の幸せはロカと一緒にいることだよ。でも現実は物語じゃないよ。わ、哲学的。下の選択肢の方がこの先気になるかな。まあ、もちろんね、上の選択肢の気持ちもあるけど、だけど現実世界は物語じゃないよ。人には喜怒哀楽の感情があって、それはあなたが勝手にもてあそんでいいことじゃないの。呆れたように妖剣が首を振った。困ったな。君に嘘をつきたくはない。たとえ君のためでも、イエセー大陸を手放すことはできない。私が言えるのはそれだけだ。やっぱり黒幕との関係性っていうところは濁しているよね。突然青色の魔法陣が彼の体の上に現れた。これどうなっちゃうの。シーランが魔術師を引き連れて姿を現したのだ。計画通りなら妖剣を締め殺そうとするはずだ。そして最終決戦になるのかな。これは妖剣との対決だ。といったところで今回はここまでにしておこうか。っていうかホレス、お前このルートでは味方なのか。最高だな。戦力にはならないと思うけど。詳しくはロタツルートをご覧ください。それはさておき、ここでこのまま妖剣を締め殺してしまうと、黒幕との関係性とか本当の思惑とかいろいろと闇の中になっちゃうんだよな。そのあたりがどう解決されていくのか注目です。ロカも印税も俺が守ります。今後も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者として、そして 2.5 次元アナウンサーとしてプレイをしていきます。もしよかったら高評価やコメントをしてもらえると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もお待ちしております。